セバスティアン・イラディエル。セバスティアン・イラディエルは、スペインの作曲家。本名は、セバスティアン・デ・イラディエル・イサラベリ。ワイレディアという綴りは、パリの出版社に強いられて用いた。バスク地方のアラバにある、ランチエゴ出身。9歳で、サンタマリア・デ・ビトリア大聖堂の旧付属教会の合唱団に入り、16歳で、ビトリアのサン・ミゲル教会のオルガニスト、2年後に、サルバキエラ、 アグラインのサンフアン、バウティスタ教会のオルガニストの職を得た。1833年にマドリードに出て作曲を学習した。マドリードの王立音楽院のソルフェージュの教授となり、この時代に後にナポレオン三世の皇妃となるエウヘニア・デ・モンティホの歌の教師を務めている。イラディエルは精力的にパリ、ロンドン、ロシア、ドイツ、ニューヨーク、 キューバなどの各地を旅行し、生前は貴族社会や芸術家の間でよく知られていた。1864年には25曲を集めたスペインの花がパリで出版された。目の病を得てビトリアに戻り、そこで1865年に死亡した56歳だった。もっぱらハバネラの作曲家として有名で、キューバ訪問後の1860年頃に作曲したラパロマが、 とりわけ名高い。この楽曲は、スペインと、米国、メキシコで人気となり、ハバネラの知名度に貢献した。イラディエルのハバネラ、エル・アレリットを、ビゼーは、スペインの民族音楽と誤解して、歌劇、カルメンの有名なアリア、恋は、のの鳥に流用した。エドアル・ラロもスペイン公共曲大三楽章の、旋律をイラディエルのハバネラ、ラ・ネグリタから取っている。ありがとうございます。